こんにちは、サドラです。今回はモンスターハンターナウにおいて新たなアップデートが追加されましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速内容を見ていくんですが、こちらですね、2月の16日リリース情報ということでアップデートが来ていまして、今回はリリース情報になりますので、手動でアプリの更新をしないと反映されないアップデートになっています。で、バージョンに関しては 70.1 ですね。まあ、更新が入っていまして、まあ、今回のアップデート内容は1点のみですね、不具合の修正になっていまして、鬼人兜割を当てても錬金ゲージが回復しないという不具合があったんですが、こちらが修正されています。で、こちらの鬼人兜割を当てても錬金ゲージが溜まらないという不具合に関してはこちらですね。太刀の鬼人兜割を当てると錬金ゲージが一定時間溜まり続ける効果が発生しますが、バージョン70のアプリアップデート後その効果が発生しなくなっているっていうのが、まあ、今回修正されたっていうことになっています。で、現在太刀に関しては、こちらの太刀使用時鬼人兜割が当たりづらいという不具合も起こっていまして、これは一旦バージョン70で修正を行ったんですけども、まだね、当たりにくいケースがあったので調整中っていうのは変わっていませんので、まあ、太刀の不具合が現在2つあって、そのうちの1つが治ったっていうイメージですね。鬼人兜割はまだ治っていないので、そこは注意をしていただければと思います。ということで、今回は本日リリースされたアップデートについてご紹介させていただきました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。